長崎市立日吉中学校は学校唯一の部活動が卓球です。全校生徒はたった17人、そのうちの13人が部に所属しています。小学校から一緒の人もいますし、幼稚園からの人もいて、もうずっとなんか兄弟とかそんな感じみたいな雰囲気で、とても明るい。チームワークは励ましだったり助け合ったりできるのはとても強いところだと思っています。長崎市中層体予選リーグをすべてストレートで勝ち上がった日吉中。準決勝の相手は一度も勝ったことがない優勝候補の東長崎です。日吉は先に2ポイント先取されますが、チームワークを武器に3年生が流れを引き寄せます。試合は最終マッチまでもつれ込む大接戦に。ここで託されたのは2年生エースの山崎でした。プレッシャーもありましたが、相手のミスを誘いチャンスを逃しません。結果、日吉はゲームカウント3対2で決勝進出を決めました。決勝の相手は個人戦の上位に名を連ねる選手が揃う名目市です。相手に圧倒されながらも諦めることなく最後まで粘りましたが、3対0で敗れ準優勝に終わりました。みんな一生懸命頑張ったと思います。よく頑張りました。どんなに練習が苦しかったりきつかったり嫌になったりしても、努力をし続ければいつかは絶対その成果が出るし、諦めずに次いいこと、何かいいことがあると思ってやってほしいなと思います。新たな歴史が小さな学校にまた一つ刻まれました。